雇い止めやパワハラなど職場での悩み相談に電話で応じる労働相談ホットラインが開設されています労働相談ホットラインは静岡県労働組合協議会が雇用環境の改善を考え毎年2回開設しています午前10時から沼津市、静岡市、浜松市の3カ所にいる相談員が無料の電話相談に当たっています 労働者からの相談は例年およそ300件あり、最近は解雇や過度なノルマを与えるハラスメントなどの相談が増えているということです。経営者だとか、労働組合とか、労働者、それに行政なんかも一緒になってね、この問題を対応するということがね、必要じゃないかなっていうようなことを考えています。 ホットラインの番号はフリーダイヤル0 1 2 0三3 7 8六0 6 0午後6時まで受け付けています。